YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ワイパーの中村です。エレウッドです。鈴木です。はい、今回はなんと番長の持ち込み企画。白T ドッシュっていうと白の T シャツ特集、はい、まあ今から暑い季節になってくるんでちょうどいいですね。はい、まあ、うち結構無地 T たくさん売ってますんで、はい、まあ、今回いくつか、人気の商品ピックアップしてきましたんで、まあ、それらを紹介していきたいと思います。はい、はい、行ってみましょう。どうぞ。はい、では早速、紹介していきましょう。最初は、はい、はい、こちらですね、カーハートのポケット T シャツになります。うん、まあ、定番のやつですね、いわゆる、はい、はい、何気にカーハートで実は1882年創業ってかなり古いブランドなんですよね、うん、はい、でまあアメリカのワークウェアらしい生地も結構ヘビオンスのコットンで使用していて、ブランドタグが胸についているのがワンポイントになっています。大きめやね、サイズが大きめですね、はい、この間撮影で着てみたんですけど結構オーバーシルエット、うん、まあ要は最近流行りのビッグシルエット系に近いので、まあ、L でも、他のサイズの XL に匹敵する、まあ、M でも大体 L 以上のサイズ感ですかね。番長が着たので何サイズでした？それは L、あ、M ですね。じゃあ結構大きめだ。結構大きめですね。あと着丈も結構長いので、まあ、着方としてはやっぱりちょっと、まあ、下をスリムに持ってくると合わせやすいかと、うん、しかもこれタグレスですね、プリントで、はい、です、うん、これ何気に嬉しいですね、首がそうね、ここが下がってないでもいずれ消えてしまうので、私としてはまあタグついてた方が嬉しいです。さすが。ヴィンテージコレクター。そういうとこね。はい、続きましてこちら。ロサパの、6.5 オンスの、T シャツですね。今年からもうワイパで初めて、取り扱いを始めてるブランド。ロスアパ、まだ慣れないな。ロサンゼルスアパレルのことをロスアパ。で、ここに毎日は生産者の顔がちょっと。あ、可愛らしい、なんか本当だ、はい、生産者の顔がプリントされてね。ちなみにこれですね、あの実はアメアパの創業者が新たに立ち上げたブランドになってます。なるほど、はい、実はそのダブチャーニーっていう創業者が、うん、元々アメアパで、うん、あの社長としていたんですけど、セクハラで訴えられて会社を追いやられてしまって大丈夫それ、はい、でそれで新たに立ち上げたブランド、うん、まあ、アメアパ時代 の、 あのフォトグラファーのテリー・リチャードソンっていう方と一緒に結構過激な広告を出したりとかして、まあ、結構そういったイメージ強い人もいるかと思います、うん、でまあ、T シャツ自体もアメリカで生産されていて、うん、結構しっかりした T シャツなんで、ちょっとなんかカラッとしたことが、そう、まあ、アメリカならではですね、うん、自分も結構好きですね。しかもこれ安いよね、結構。そうです、すごいよね。でしかもアメリカ製、アメリカ製の T シャツでこの金額、まあ後でご覧いただけるんでしょうけど、うん、それはすごいと思う。まあ、そこまで薄くもないので、うん、この1枚だけでも一応十分、うん、まあまあそんな感じのやつですね。じゃあ次、はい、行ってみましょう。はい、はいはい、続いてはこちら、こちら、はい、定番ですね、ド定番って感じですね、はい、はい、こちらですね、チャンピオンの、通称 T1011、はい、アメリカ製のものになります、はい、結構触った感じかなりヘビーオンスなんですけど、これですね、あの表面が少ししぼしぼってなってると思うんですけど、うん、これはあのスラブ糸って言われる村糸を使用しています、うんうん、普通の無地の T シャツでもこういった素材が好きっていう方結構多いと思います、うん、まあタフですね、間違いないやつですね。ネックもそんな伸びないし、はい、うん、そのネックがバインダー始末になってますね、うん、そうね、バインダーネックは強い、まあ、バーンズも後で出てくるし、でこれ丸胴でしょ、うん、そうです。もうアメカジ好き大好きな、このバインダーネックに丸胴、大体このワードが入ると、これはもう聞く人でもそんな値崩れしないんですよ。そうなんですね。そうなんです。一定額はずっといいキープしてる。まあちょっとやっぱ定番っていうのはやっぱ強いですね。あとは袖のワンポイントのワッペンですね、うん、こちら、まあ、これでチャンピオンっていう感じです。チャンピオン、はい、でちなみにチャンピオン、これ以外も海外企画の T525C とか CD100 っていうのも結構リーズナブルなプライスでおすすめになっています、うん。チャンピオンの中でこれやっぱ T11 が一番最高峰モデル、まあ、価格は多少ちょっと無地 T の中では張る方ではあるんですけど、まあまあけどね、品質がね、まあ、すごいでもしっかりしてるんで、1枚で着るにはかなりぴったりな T シャツだと思います、うん、間違いない。迷って何買えばいいか分かんない人、これ買っとけば絶対間違いないみたいな、もう鉄板ですね、これ鉄板ですね、間違いない。合わせやすいし、デニムも綿パンももう何でもかんでも合わせやすい、うん、パンの T シャツです。はいはい、はい、よいしょ。はい、続きましてはこちら、ソフィですね、はい、まあ、ミリタリーとも
そうですね、アメリカ軍に納品の実績もあるのでご存知の方も多いんじゃないでしょうか、こちらは。この間そうですね、テレビでも紹介されて結構まあ同点でも動きが活発っていうか、まあ、かなり動きましたね、動きましたね、はい。他の T シャツに比べると少し生地は薄めなんですけど、うん、これポリエステルが入ってるので、はい、結構軽い着心地でさらに乾きが早いというような感じなんで、まあアンダーウェアだったりとかトレーニングウェアに最適な素材になっています。一応薄めです。この1枚ではちょっとなんていうんですかね、あの乳首のパートのスケールが嫌だったとか。いやいや、これは多分ですね、そうなんです。乳首がなんかですね、そう、確かにこれ T シャツ夏の T シャツ選びで白 T、はい、絶対乳首透ける透けない問題出てくるね。だいたい自分の場合はこれはまあなんか中にインナーを着ない限りはもうこの単体では絶対ないです。え、じゃあ番長これ着るなら下にタンクトップかなんか着る？いやいや、普通のなんか白 T です。あ、多くこの重ねにする、ね、もう自分は毎年まあ白 T オン白 T になります、ね、ああそうなんだ。単体では絶対もう基本的にあんまないです、さっきの T10-11 でも T10-11 でもまあ全てすごい、さすがこだわり。そっか。え、じゃあ今日も？今日もですよ、もうフィフィの中に。本当だ、リバイスの。まあ、チクスケを気にされる方。チクスケ福スケみたいな。いや、でもこれは本当、それは要注意です。なるほど、さらっと時間はいいですけど、まあ、そう、確かにこれは大事なポイントですね、チクスケない T シャツ。でもその分、体に自信がある方はぜひ、まあまあ、はい、そう、まあ、逆にこれ薄いんでインナーとして着てもおすすめです。うん、確かに。そういうのはどちらかというとそういうのが得意やね、うん。だってトレーニングウェアの T シャツがメインだから。そうですね。うん、涼しく着るならこれ。確か。はい。チクスケやばいね。はい、続いてはこちら。デルマシン。デルマシン、出ました。チャンピオンに次ぐアメカジブランド。じゃないですかこれ。こちらもあれですね、まあ、なんか80、90年代のヴィンテージ T シャツによく見られるステッチが特徴ですかね。生地ももちろんなんですけど、うん、生地感も、まあ、救い縫いって言われるあのルイス始末っていうような仕様になります、ね。まあ、結構古着の T シャツとかで見られるディテールだと思います、うん、色味がちょっと他のと違う。でおそらくこれもですね、アメリカ産の糸を使っていて、その精錬工程にその晒しの作業っていうのをあえて省いてナチュラルな色味で糸を作ってるっていうような感じになっています。そっか、ベルバシンは全部メイドイン USA です。そうです。そっかそっか。まあちょっと USA らしいこれも生地感ですね。ですね。まあ、これもまた、はい、あのムライトの生地をしてそのしぼしぼがあるスラブ感がある糸。そうね。はい。特有の。これサイズがちょっとちっちゃめ？これ S サイズ。出してるやつがちっちゃい。これは S ですね。ただベルバシンは全体的に、はい、アメリカとはいえ結構日本人の通常サイズでぴったりめなサイズ感になります。うんうん、なるほど。まあ、こちら結構お値段はするんですけど、そうね、プレミアムな。でも昔結構ベルバシのパクティ持ってた。パクティでだって8000円とかだったね。まあまあけどそれぐらいの魅力があったんで俺も買ってたってことなんで、ぜひこちらもおすすめです。はい、続きましてはこちらバーンズですね。出た、はい、バーンズ、はい、個人的にかなり一押しブランドです。はい、これももちろんバーンズの T シャツ。ただこちらがずっと定番でやってる釣り網の T シャツですね、これは。はい、こんな感じで中にうんちくがちょっと書かれてる、入ってます。これ釣り網機って言ってね、一日にもう何着数十枚しか編めない、はい、網機で編んでるんですごい柔らかいんですよ。俺は確定も生地もしっかりしてるんですよね、うん、こんな感じで。だからさっき言ったようにこのバインダーネックの丸度、やっぱもうアメカジ好きのツボを全部押さえてます、これ。そして日本製ということなんで、いや、バンザ一押しです。ちょっと今自分が着てるのが、これただ釣りじゃない新しいタイプです。今年から新しくオープンエンド天竺のちょっと大きめのサイジングなんで、こっちよりはよりトレンド色が強いサイズ感のこちらすごいおすすめです。こっちも日本製か、うん、日本製ですね。ただこれその日本製でしかも釣り網っていうことで、かなりあの希少性のある生地を使ってるんですけど、それに対して値段は結構頑張ってます。そうね、頑張ってる、いいこと言うんですよね。まあ、すごいバーンズ押してます。個人的に実際に触ってみると分かるんですけど、すごいふっくらした生地なんで、さすが鈴木、はい、もう T シャツだったりトレーナーとか初等に釣り網のシリーズあるんで、どれもおすすめです。そして、あ、ダメ、ちょっと番長この夏イチオシスタイルがもう一回あって、これもバーンズの 6.5 ですよ、ね、これもバーンズの今年から出た。短くないですか？いや違う違う、わざともともとこういうわざと。だからこのバーンズの T シャツ着るならこの重ね着スタイル、はい、ちょっとめちゃめちゃ押してます。これ中村押しっていうか、いや押しね、この着方すごい。でもなかなかあんましないんですね、確かに、うん、これだったら自分もあれですね、そう T シャツしないとできる、
チクスケ問題もない、ね、厚手だし、はい、ぜひちょっと一回チャレンジしてみてください。でも真夏とか大丈夫そうですか？真夏はちょっと暑いな。ちょっと今の時期だからいいですね、はい、おすすめです。お願いします。お願いします。じゃあ次行ってみます。はい、はい。まあ、これもともと昔からよくある。これちょっと邪道ですね。今言われてありませんか？あれちょっとしてなんかフットボールティーみたいな感じの、いやすごい身幅がすごい出るかな。